もう1年目キャンプも1軍でしたか。1軍に行って どうですかこのテレビで見てる巨人入って、うん、この会社にいとけば、うん、例年までずっと安定があるわけですよね、うんうん、自分なりにここで旗上げれるっていう自信みたいなのはある。でもその経験がね、その時は苦しいけど、ね、今思い返したあの時がっていうね。そうで、面白くおかしく話せるでしょ、こういうのって。だから語れるし、でもね、やっぱり今でこそダメだけど、昔はこういうこともあったんだよっていうのを、なんか子供たちの教えることができるかなっていう。これもね、答えなくて、そういう経験を今の時代の子はしてないから、なんか甘いとかこう考えでこう見られたりとかしがちなんですけど、どう思います？海外とかだとそんな逆にないじゃないですか。いや、俺はもうその時代で OK なんじゃない。だってさ、それ戦時中とかの俺らの今の感覚なんて絶対通用しないし。しないでしょ。だからもうそう考えたら、10年前20年前の考えだって絶対違うわけで、だから俺らのね、もっと上の人たちなんかもっと苦労してされてる方いっぱいいるんですね。だってそれで俺なんかまだね、こうやって、まだこう健康で、ね、野球を終わることできたけど、健康じゃなく野球を終わる方だっていっぱいいっぱいいたわけでしょ、例えば大学でね、こう殴られちゃって、それが肩が外れて、それこそダメになっちゃったっていう人もいっぱいいて、だそういう人たちなんかに比べて俺なんかまだね、恵まれてるし、先輩でも助けられたし、同級生にもすごく助けられたなっていうことから、だから全然、俺はその時代時代によって考え方だったり教えっていうのはあっていいんじゃないかなと思うけどね。その駒澤のね、経験があって、まあ、東芝っていう社会人にいきなり行くわけじゃないですか、でも社会人には高卒から来る子も何人かいるでしょう、やっぱこの厳しい4年間をやってこの社会に出た時どうでしたか？すぐ馴染めましたか？周りからの評価ってやっぱ高かったですか？いや、だからあの駒澤から来てんでしょっていうのは、すごく一歩これリードできてんだよ ね、 そう、高卒なんかの子たちなんかより、俺なんかもう3歩ぐらい前に進めて、だもう即戦力と入ってきた、まあ、高卒から入った子たちはやっぱりね、 2,3 年はやっぱり ある程度目つぶっとこうかっていうような感じで見られてるから、絶対だからこの人たちには俺らはもうまずスタートの時点でまず全然違うねっていうところからスタートしてるから、でやっぱり駒大で入ってるでしょ、で明治大学から俺の同級生でキャッチャーで入ったやつがいるのね、そいつなのかやっぱりもう即戦力で入ってるから、やっぱりちょっと見る目がやっぱ変わってるわけよね。やっぱりそこに対してやっぱりね、結果が出なかったらもうすぐあっていう、会社に行きなさいっていうような状態の、東芝なんか戦力が強かったし、あの当時強いね、社会人の一つだったから、いや、そう考えたらやっぱり ある程度戦力として見られてるっていう、社会人の方が楽だった。その東芝はでも2年やったと巨人のドラフトかかる時にはもうプロいけるっていう感じでしたよね。でもいやいや、そうでもない1年終わって、終わってからそれこそ全日本とかに選ばれるようになって、でなんかプロの人がスカウトの人が見に来たよとかっていうのがなんとなくちらほら聞くようになったのね。それまで俺全然プロなんて、社会人でもう終わってこれ東芝でずっといるのかななんて思ってたから、そこまでなんか全然あれだった。まだ逆指名できた時代、そう、逆指名の時代、球団何個かありました。あった。何球団あったんですか？4か5あったんじゃない。で、最後に残ったのはジャイアンツと阪神だったって俺が聞いた話はね。もう全部ジャイアンツが来た瞬間にバッと引いて、その3球団か4球団を引いた話で、阪神とジャイアンツは残った。その時代の逆指名ある時っていうのは阪神巨人以外バーッて引いた、っていうのはもうマネーゲームできないから引いたって感じなんですか、ね、だと思う多分ね。ちょっとその辺は分かんないよ、憶測で話してる。いや、でも時代ですもんね、そういう時代ですもんね。そうだから、で阪神が2位、巨人は1位で行きますっていう話で、まあ、もちろん関東の人間だし、もう小さい頃からね、巨人ファンだし、うちの親父も巨人ファンだったし、もう家族全員が巨人ファンだったから、もうそれは巨人ですって話をしたら、じゃあ巨人がもうお願いしますっていう話で、じゃあもう。だからその時にあれよ、ロッテの清水直之さん、はい、が一緒に東芝にいたから、一緒の時に行ってとか。その時のレギュラーメンバーは誰？ピッチャー上原でしょ、まあ、斉藤さんもとか槙原さんもだったけど、で、村田さんキャッチャー、村田義則さんと村田真一さんが2人でキャッチャーで、工藤さんがFA で入ってきて、そう、でファースト清原さんでしょ、マルティネスだ、まあ、完璧の4番バッター揃えた時ですね。そうセカンド西さん、ショート仁岡、ね、ヘッドコーチで、サード江藤さんが FA で入って、でレフト清水さん、センター松井さん、ライト吉野、強烈やな、はい、もう1年目キャンプも1軍でした。
か一軍に行って どうでしたかこのテレビで見てる。いやもう初めドキドキよね。俺巨人ファンだったし、うん、紅白戦とかパッて見たら後ろにその人たちがいるわけでしょ、うん、で前見たら、うん、前もわこの人見たことあるよみたいな感じの人たち、うん、もう舞い上がるよね、うん、もうだからもうなんかどういう風に自分が動いてたのかもわからない、うん、で担当は長嶋さんだし、うん、ヘッドコーチの原さんがいるし、で篠塚さんでしょ、でもうコーチ陣もね今まで見てた人たちタレント軍団、ね、そうピッチングコーチは香取さんでしょ、うん、宮田さんあと、うん、でもね今亡くなられちゃったんだけど宮田コーチ全員知ってるもんね。そうだからそれ見た時もうやっぱ横に清原いるよとか、うん、サード江藤だよとセカンド西いるしみたいな。え初先発はもう1年目から行きましたか。行った。それもういきなりローテーション入れてもらったんですか。いやあのねまあもちろんその時、うん、即戦力ですよね。もう大学社会人ってなったら。そうだね、はい、でもうほぼ4人か5人はもうほぼ決まってたの、うん、で6人目に小野仁っていう、はい、いますね。そう、はい、秋田から来たね、はい、高卒の。でまあそれがあのライバルみたいな、はい、もう一人なんかあの若手の人でライバルいたんだけど、うん、まあその6番目は多分その小野仁だろうって言われてて、うん、でまあここに勝つんだったら多分簡単だよねっていうふうに思っちゃった、うん、だから意外となんつうの上から、うん、あの自分は勝てるんだっていうふうに勝手に思い込んでたから、うん、だから自分のペースでもう1年目から水野さんがあのブルペンコーチだったのね、うん、水野さんに高橋もいつ力入れて投げるんだっていうぐらい、うん、全然ブルペンで力入れて投げなかった。ねえこいつなんでなんですか。いや俺のスタイルだもん。その社会人からずっと力入れずにフォームを綺麗なフォームを投げるっていう、うん、ゆっくり投げる時って綺麗なフォーム投げなかったらある程度ピューっていかないもん、うん、それを常に意識してもう5割6割ぐらいの力で、うん、ずっと投げるんですよ。お前いつ力で投げるの、うん、あタイミング来たら投げますみたいな感じで言ってた。でオープン戦紅白戦が始まって、うん、紅白戦でもうそんな結構自分の中でも精神的に疲れてたから、うん、あ多分打たれたなと思ってないです、うん、本当にカン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 打たれて、でオープン戦いざ入りました。オープン戦でいきなりパーンっていったらその時ダイエーのね、うん、ダイエーが初先発で投げたんだけど5回完璧に振れた。ヒット1本もないです。で終わってあよかったよかったってなって、でその後も西武戦かななんか投げた時に1安打、うん、5回1安打、うん、でもう完璧に、はいはい、1点しか取られなかった。もうアピールは完璧ですね。そう、はい、でだからその、まあ、あのとりあえずあのブルペンで僕は見栄えしないですけど、うん、必ず実戦では見栄えするようなピッチングしますよっていうのは自信あったから、うん、それでバンっていった時に小野仁がボコボコって打たれて、うん、それバンってハマった。でそれでローテーションに入りますってなってローテーションに戻った。そのスタイルでなんで真剣に投げないんだっていうこの自分の確立したスタイルを曲げなかったっていうのはやっぱ大学社会人経験したものが大きいですよね、うんうん、あのある程度社会人で自分の大人の考えをすごく学べたんだと、うんうん、大学で精神的に自分の気持ちも大きくなって体も変わりだしてっていうところを育ててもらって、で社会人で自分が何をしなくちゃいけない、うん、どういう行動をしなくちゃいけないのかっていうのを学べたんだと思うね、うん、でそうするとやっぱりそれがやっぱりね野球人として一つの高橋尚典っていうのが確立できたんじゃないかな、うん、だからプロ行ってもこれを曲げることなくやりますよっていうのが言えたんだ。だからこのプロ入って祝勝会でああいうことができたんですね。あれも社会の、ね、社会人でああいうことをやってたわけですよ、うん、いやまあでも必要でしたもんね、一、うんうん、人必要ですもんね、うん、お茶だけわかりますわかりますわかります、うん、でもそれがやっぱりね巨人的にはダメだったっていう。でもあの自分からじゃないでしょ。そうそう、誰にやらされたんですか。多分清原さんか元木さんにこうバッて流されたの、まあ、一番端はね、そうですね、うん、2回目は自分で仕込んでいったって、うん、でなかなか脱がしてくれないから元木さんのとこ行って「元木さんいつ脱がしてくれないの?」お前ふざけんなよ」っつって倒されてペッて脱がされたね。それでこうねああいう農会って盛り上がる席、まあそうだね、ほんと一人必要なんですよ、うん、あれバカやってる、ね、勝手出てしまったんですね、うん、そう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 。それがあの意外と嫌いじゃなかったから。あ嫌いじゃないですか。嫌いじゃなかった。社会人の時もなんかあのねそういう祝勝会の時とか、はい、志村けんさんがこうダチョウのね来て出ていったドリフターズの時や出てったみたいな感じであれとかをちょうど入手できたから、うん、ああいうのを来て出てたりとかしてたの。でもちろん俺だけじゃなくてその俺らのね同級生がすごく東芝に多かったから、うん、そういうのをいっぱいみんなでやってたの、うん、でそのノリで俺は行ったのよ祝勝会だと思ったからそうしたらああいう風になったから、うん、あよかった。もうなんか恥ずかしいとかないんですか。いやないね。あないんすか、うん、もうなんかやってやろう感がすごい強いのかもしれない。やって周りが受けてるのがやっぱ嬉しくなる。嬉しくなっちゃう。喜んでくれるのはね受けてるかどうかわからないけど、うん、誰かが喜んでくれればいいなっていうだけ、うん、で自分でもやっぱ楽しいからそっちの方がなんか、うん、自分でもわーとかできるから、うん、わ幸せな性格ですね、うん、そうそうそう。だから楽しい。僕どっちかなんか恥ずかしくなって、うん、やらしてしまってしまうの。そういうことね。
車に構えてしまってね、うん、あそれ分かる。でも俺もそうよ、そういうふうにあのやっちゃう時もあるよ、うん、やれよとかっつって、うん、で嫌われる時もあるけど、うんうん、自分でやった方がまだ楽しいかなっていうふうに思えるかな今は。もう無理ですか？もうね、まあ時と場合による、時と場合そういうやつ、うん、で上の人が多い時はやっぱりできる、うん、下の人が多い時はやっぱりあちょっとお前しっかりしとかないといけないし、お前頑張れってなるかもしれない。空気をこう乱したくないから。あれでも放送したらダメでしたね。まあでもそうだな、うん、あれも時代ですよね。時代よ、時代時代。今だったらもうカットすもんね。そう、今だったらもう多分あのねジャイアンツからもうとんでもないお叱りを受けるし、うん、ねそれこそ日テレだってその前にあの表出てないです。出てないかね、うん、そうだね、うんうん、いい時代ですよ。いや本当まあもうね時代で食っちゃうけどしないけど、うん、まあいい時代本当ね。本当でもそういう面では運が良かったなっていうふうに思うし、そういう面でいい風にこうポンと捉えられてないかもしれないけど、うん、あれでこうね名前もパッと知れたなっていうから感じだから。巨人入って、うん、社会人にね大学から行くときに、ああ久森は社会人にまず行った方がいいと、うん、でもこの会社にいとけば、うん、60歳定年までずっと安定があるわけですよね、うんうん、でもそこをもう一回飛び出すわけじゃないですか、うんうん、自分なりに、うん、ここで一丁旗上げれるっていう自信みたいなのはいやそんな自信はなかったかな。あのテレビの中の人たちと野球できるんだっていうなんか喜びの方が強かったかな、うん、なんかもう一回これであのもう一旗あげてなんとかしてやろうとかっていうのはなかったかな。あんまり、うん、あんまり関係なかった、うん、ただでももうその時にプロ行ってなかったら今の家内と結婚しようと思ってたのね。でプロ入る前からお付き合いされてずっと大学4年生から付き合ってて、うん、で社会人行って、はい、で2年終わって、うん、プロ行かなかったらこの年に結婚言おうかなと思ってたぐらいだったね、うんうん、そのタイミングだったのちょうど、うんうん、でプロ決まっちゃったから、まあ、もう1年ちょっと待ってくれと、うん、とりあえず今俺もプロ入って、うんうん、もし怪我でもして何も、ね、ない状態でなんか結婚しようっていうのは俺できない、うん、ちょっとモテようとしてますね。いやいやいや本当本当本当ですか。本当で、ね、向こうの、ね、親御さんもやっぱりプロ野球選手と結婚するっていう、ねだったらやっぱりある程度名前もある方がやっぱりそれはね、うん、もういくらジャイアンツに入ったからって、うん、そこで終わりじゃないし、うん、やっぱり、ね、成績を出して初めてプロ野球選手だから、うん、それがなったらあの結婚しようっていうふうに言ったの、うん、であの結果的に俺はもうそれをそれがプロポーズだと思ってたから、うん、であのいざ蓋開けてみたら1年で終わってじゃあ結婚しようかみたいな感じで俺もなってたんだけど、うん、プロポーズされてないっていううちではねそう実際プロあの結婚しようとは言ってないけどで新聞で知ったっていうので自分がね私はあの結婚するのを新聞で知ったのよあなたっていまだに言われるいまだにチクチク言われる、うん、で前に言ったのがプロポーズだと思ってたんだけどねっていう話で、で新聞出て別にいいじゃんプロポーズ。いやこれはねあの久典さんが悪いですね。うん、これはプロポーズでも何でもないですよ。それ落とし入れようとしてるじゃん。いやもうあの奥さんのせいかです、ね。いやいやいやそうなんですね。だそれねまあ結局ねそれで結婚することになったんだけど、でもまあプロに入ってなんか。目移りするじゃんやっぱりいい女性、うんね、綺麗な女性もやっぱり、ねうん、あの球場に来たりとか、はいまあ、アナウンサーの方とかもね、はい、やっぱり食事したりとかするけど、うん、でもやっぱりあの俺の黒のことしてたことも知ってるし、うん、でうちの嫁があの保育士だったんだけど、はいはいはい、その保育士でやってる時 その苦労も知ってるし、うん、なんかやっぱりお互いが苦労を知ってるから、うん、まあこういうの人を幸せにしたいなっていうのはずっと思ってたのね、うんなんかちゃんとこう歴史が、ね、あってこうストーリーがあっているじゃないですか、うん、僕とか高校からいきなりプロ入ってちょっと活躍してドーンって行ってる時に出会う人が多いから、うん、そうかあのお付き合いしてた人たちは、うん、すごくあのいい人に出会えたなっていうふうには思ってますね。いやちょっとね久典さんもっとね僕ちょっと深掘りしたくなった本当今日はねちょっとねもう僕の前に撮ったじゃないですか、うんうん、疲れた本当はもっとあるんですよ喋りたいこと、うんうん、で多分この YouTube 見てる人もえここでやめんのと思うかも分かんないんで、うん、ちょっともう一回会いたいです。そうだね、もう来年でも再来年でもいいんで、うんうんうん、あのタイミングがある時でいいから、うん、もう今日ここでいいですもう疲れたもう本当にもうなんかこれ以上いやそれは昼帯でいろいろ喋ってきたからじゃないの俺のだし、うん、もうなんかいい話しすぎてもうこれ以上引き出したくない引き出したくなくなったもうちょい引き出してまだ巨人あと5分ぐらい5分ぐらい巨人入った、うんね、1年目2年目ぐらいまでしか行ってないから、うんうん、その後ねメジャーも行ってるしまた日本も戻ってきてるし、うん、今の生活もあるし、うん、っていうこう前半しか行ってないです後半はまた続編ある続編あるいつか
いつかね。もう今日いい、もう疲れた。本当にバカやな、これはもうね、日岡剛 YouTube チャンネルの、まあまあ、それは気まぐれなんで、僕たちは、うん。ありがたい、ありがたいけどね。うん、いやいや、嬉しいですよ、それは。俺の番組で喋りすぎたって。だって今日、何時間一緒にいました？それ3時間ぐらい？ 3 時間、もう十分。そう。もう3時間野球長いでしょ。そう、長いね。ちょっとね、一つだけね、うん、僕らファンの人にサイン書いて、うん、プレゼントしてるんで、はいはいはい、それだけちょっと書いてもらいます。もちろん、もちろん。あんまりこう引退するとサインって書かないじゃん、うん、サインくださいって言われるとめちゃくちゃ嬉しいよね。そう、嬉しい、わかります、わかります。どうですか今日、あの久々に剛と会って。いやいや嬉しいよ。剛どうですか、またちょっと大人になってましたか。いやいや大人、だいぶ大人になってるよね、やっぱね。やっぱそれはそうだよね、もう30も40にもなってさ。そうですね、これをですね、うん、3名の皆様に、プレゼントします。まだご応募ください。今日は高橋久典さんでした。皆さんにちょっと一言お願いします。もう僕のね、ファンの人もめっちゃ優しいから。本当に優しい。うん、コメントもいっぱい来るんですよ。あの、いろいろですね、楽しいお話をいっぱいさせていただきまして、ぜひ、ご覧になったら、楽しいと思うので、ぜひ期待してください。よろしくお願いします。まあ、中途半端に終わりました。今日はね、本当にもう疲れましたね。そういうね。はい。本当に遠い中、ありがとうございました。ありがとうございました。またよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。